こんにちは、ダイスです。今回はこちらの BMW のミニクーパー D を見せてもらおうと思います。基本情報、外観を見て内装、運転席にお邪魔したいと思います。ではまずは基本情報を確認しましょう。車はこちら BMW のミニクーパー D です。D なのでディーゼル車になります。5ドアの3代目のモデルです。2016年のモデルになっていて、色はエレクトリックブルー、すごく綺麗な水色です。排気量が 1500cc で、ディーゼルエンジンはクリーンディーゼルエンジンを搭載しているモデルです。でミニの車って以前も見せてもらったことあるんですが、内装めちゃくちゃ可愛いので中に行ってみるのも楽しみです。それでは外装を見ていきたいと思います。こちら正面です。すごく可愛い白ラインが入ってますね。こんな感じです。ライト周りもミニの車って丸で可愛いんですよね。こんな感じでグリルも四角というよりは丸い印象になっていて、とっても可愛いそしてライトのところにはちょっと見にくいんですが、ミニの文字も入ってます。タイヤアルミもミニです。こんな感じです。車体横側から見るとこんな感じです。屋根とサイドミラーも白、その他はすごく綺麗な水色なんですが、家具のところだけは全体に樹脂のパーツが入ってるので、この辺りはかっこいい印象になってます。ドアノブとかはシルバーで統一されてます。後ろ側行ってみましょう。こちらがリア側です。クーパー D の文字がありますね。はい。リアのランプも中顔がね丸になってます。それでは鍵をお借りしてきたので行ってみたいと思います。ドア開けるとこんな感じです。パーツがね、こう基本全部丸なので統一感があっておしゃれです。ではお邪魔したいと思います。はい、運転席お邪魔しました。今回のミニって5ドアの車なので、後ろもねすごく広いなーっていう印象です。うん、かわいい。それではエンジンをかけてメーター周り、ハンドル周りとか、運転席からの様子を見ていこうと思います。うん。金属車のボタンがわかんない。どこだろう。なんかね、鍵マークとかはあるんですけど、どっかにね、ボタンあるはずなんだけど、どこかな？あ、ありました。今私、この周りを探してたんですけど、真ん中だ。これですね。赤いこれ？スタートエンジンになってる。ほら、これを押しましょう。うわ、びっくりした。おー！今ねこんな感じです。ナビゲーションすごいですよ。ほらこんな感じで回してっていう風になってますねびっくり。そしてメーターはねこんな感じです。後ろ側のこの位置にスピードメーターとかのメーターもあるんですけど、なんかね二重になってる感じがする。ただねすごく見やすいです。位置取りはこんな感じ。そしてここがガソリンみたいですよ。マークがついてる。この車ガソリン車じゃなくて、軽油ディーゼル車なんで違うんですが、メーターはねここにあります。で独立してる感じに見えますね。シートベルトしてないのでマークついてますね。失礼します。はい。でこちらがハンドルの下の方、ここかわいいなって思います。ここだけなんかね黒ですね。シルバーじゃなくて黒になってる。おーはい、後ろ側、こちら側にワイパーとかがあります。カチャカチャカチャって言っていじるタイプみたいです。左側はウィンカー、あとはライトになってますね。あとは特に周りついてる感じはないね。こっから見るとちょっと見にくいけど、持ちながらやるってなるとぴったりな位置にあります。ではハンドルの右側です。ここはねこんな感じです。鍵マークここにあるんですけど、何かあった時に手動でやるのはここっていうのが分かりやすいですね。でここは、ミラーの位置調節とかに。あ、ミラーじゃないですね。ライトの位置調節とかになってます。扉についてるのが、ここで鍵の開け閉めすぐできるようになってます。開けるのもここです。こんな感じ。で、ここね、握りやすかったです。このハンドルで操作するんですけど、すごくね、握りやすいなって思いました。はい。そして、ここにサイドミラーで、全体のウィンドウ系のボタンがあります。これもカチカチっていう感じ。こうやって押したりとかっていう感じですね。では真ん中です。真ん中一番上にハザードがあって、ナビ画面がね、ここ横が丸なんですよね。すごいミニのために作られてるっていうのがわかります。でナビ系とかの、モード電源とかがここにあります。でさっきちょっとお話ししたんですけど、こちらが空調です。で最初、光のディスプレイになってるんでついてなかったんですけど、こんな明るくてすごく見やすい、びっくりしました。で私が一番最初にいじったここがインジェクション、スタート、ストップボタンです。すごいねミニってこういうところすごく可愛いなって以前も見てたんですけど、なんかハイテク、近未来的になってます。すごい。そしてこの下に多分 12V なんじゃないかな、電源取れるところが集結してますね。 USB もつけられます。でシフトレバーはこんな感じです。上から見るとね、ここに文字あって、で後ろ側にボタンがあったりっていう風にしてますね。この位置です。で、その奥に2つドリンクホルダーが隠れてます。で、サイドブレーキになってる車なのと、これが全部ですね、ナビに連結してます。今 BMW の車乗ってるんですけど、それとナビシステムはね、同じ感じの配置ですね。マップって押せばマップがすぐ出るし、メニューボタンで全体メニューで、オーディオとかラジオ、テレビ全部あります。でこっちでバックとかもできるから、すごくね楽だなと思います。これも真ん中で決定ボタンでくるくるって回す感じです。これ回すと上のナビのところがくるくるって回る、こういう感じですね。次、助手席側もねちょっと見てみようと思います。ドアの内側の収納はこんな感じです。で足元にあるのも結構深めですね。だいぶ入りそう。こちら室内灯です。室内灯のところは黒ベースになってるんですけど、これでも見やすい。黒ベースでこうやってつけるんだね。カチャカチャカチャって、はいやるみたいです。1個ずつこう独立してる感じになってるんで、普通に押しやすいなって思います。で隣、ここにチケット挟むのがついてたりとかしますね。中のここもね四角じゃなくて丸っぽいやつになってる。はい明るめですね。はい、こんな感じです。はい、それでは後部座席行ってみたいと思います。5ドアの車なので後ろの後部座席左右から乗れるようになってますね。行ってみましょう。はい、こちらが後部座席です。ドアはねちっちゃめなんだけど、デザインは運転席とかと一緒、かわいい。はい、ここ切れてるのってすごい乗りやすいんですよね。お、丸いドリンクホルダーがある。では行ってみましょう。後部座席お邪魔しました。さっきもちょっと思ってたんですけど、車の中のマットがチェッカー柄でめちゃくちゃ可愛いです後部座席は後ろのこのヘッドレストでしたっけ。この位置も丸っぽくなってるし、こんな感じでね、1個ずつ独立して5人かな乗れるようになってるのが分かります。で、真ん中は特にこう下ろせるっていうのとかはないんですけど、ここですね、この下のところに、はい、チャイルドシート固定するためのところもあります。足元にドリンクホルダーがまるで1個ありますね。これでも結構でかい、径が大きい気がします。他にもさっきもちょっとお話ししたんですけど、ここの幅がだいぶあるので、実はなんかペットボトルとか斜めに置けるんじゃないかなって思ったりしてました。上のところにはこうハンガーもあります。かけられるようになってますね。こちら後部座席の、中間ここにある室内灯です。ここでもいじれるようになってます。ちなみに後ろから前を見るとこういう印象。それではトランク開けたいと思います。トランクルームに行ってエンジンルーム行ってみましょう。カメラあるはい、開けました。うわ、結構広いですよ。はい、こちらがエンジンルームです。すごい、毎回見るとき思うんですけど、この位置で開くんですよね。今回乗ってエンジンルーム開けるの2回カチカチってすると、もう引っかかりとかなくて自動で上に上げられるっていう感じでした。すごい。あ、ツインタワーカーゴだって。ミニマークとミニの文字も入ってます。なんかシンプルだけどすごい綺麗。今開けてるんでちょっと音はすごいんですけど、中に乗ってる時ってディーゼルのエンジンなんですが、音とかそんな気になんなかったです。はい、運転席に戻ってきました。今空調とかもちょっとあるんで、空調を消してこの音ですね。だいぶ気にならないですよね。静かでびっくり。それではちょっとね踏ませてもらおうと思います。では失礼します。踏みます。はい、こんな感じです。ありがとうございました。消しましょう。ありがとうございました。はい、ということで今回はこちらの BMW のミニクーパー D を見せてもらいました。今回車を見せていただいたトイズカーさんの URL は概要欄にあります。この動画が少しでも良かった方は高評価のボタン、チャンネルのご登録、コメントよろしくお願いします。Twitter もやってます。概要欄の URL かダイスチャンネルで検索フォローお待ちしております。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた。See you!